メさん、マグリでございます。やってまいりました。週末日曜日ゆっくりさせていただいて、今日からもう、今日含めあと、2日しか残されておりません。こちら、1月本気終わるとでございます。ということで私は先週土曜日の続き、おうち作りやりたいと思います。この1ヶ月は役に立つ機会をいっぱい作るぞということでやってきましたけど、まあまあ作ったんですけど、いろいろ建築と言われる建築は地下のマグ研究所ぐらいしかしてなくて、でこの場所研究所があって、まあここがまあ自宅風に映ってるんですけど、実はですねものすごくお金を儲けており、そのお金をですねどうにか使いたいということで大きな家を建てたというところの設定でございます。はいじゃあ行きますか。はい、こちらでーすマグ研究員邸でございます。儲かっちゃって、はい、で見てください、これレッドストーンブロックビーコン、いいでしょ、マグ研究所にふさわしいでしょ、これ可愛くない？4つめっちゃいいよね。じゃあちょっとずつ進めるんやけども、水ここ入れたかったんですよね。水、ここの水は、ま、海から吸い上げて汲み上げて真水に変えて家の中で使ってるよっていう場所ですね。うれオッケー。でここジャグジーですね。はい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 。よし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 。オン。ででん。でここ完成させるのにやっぱりこう標識みたいなのがねあるといいじゃん。地図絵でね一応作ろうかと思ってる。いいね。天井ですね。屋根屋根屋根。気持ちいい。とっても気持ちいい。うりゃ。気持ちいい。いいね、このドットを塗りつぶしていく感じ。クロスロードパズルみたいなもんや。マジパズル系。よっしゃ。はい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 。この上が屋上になります。さっきのは2階の天井。これが屋上。天井と床を一緒にしないというところで、肉厚と背の高さを出していく。このね、その焚き火をね、これ隠してね、で煙を上げていくっていうのも大事なんで。天窓。私の部屋です、あそこ。ははソーラーパワー、ソーラーパワー。ソーラーパネル。たこ焼き器じゃないよ。ソーラーパネルだよ。いい家だなぁ。めっちゃいい家。完成しました。ありがとうございます。いいね、いいね。完成した。おぉ。レッドストーンビーコンがいい味出してる。博士の自宅完成。ほら、入る。庭が広い。これ扉開いてる状態ですね、これね。キーって開いてる状態ですね。で、入る。エントランス的なのがある。段を取れるとこね。で、ここちょっと座って喋ります。で、これ階段の上なんだけど、で一旦こっちの方やね。ここはキッチンですね。凝った作りにはしてないです。キッチンがあって、ここちょっと広くて、こう庭があるんですけど、これ一応なんかこう、ガラ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 っていう、引き戸みたいな、こう、イメージですね。ガラ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 って閉まる感じのやつですね。今オープンしてますけど、ここはもう雑魚寝というか、こう座ってね、温まるところというか、キッチンの裏側なんかちょっとおしゃれっぽくなってる。で、まあ庭があります。で、ここでちょっとまあゆっくりできますよね。眺めながらね、外の景色眺めながら。で、レッドストーンビーコン置いてます。で、ここもちょっと外で食べれる。はい。1階に関してはそんな感じですね。皆さんもてなす場所が基本的に多く作られていて、あ、まだでしたね。で、こっち。でね、これがちょっとイメージとしてもエレベーター的なね。でここが踊り場というか、でこっちから、はい、ここにも出ることができる。でトイレでこっち行くと、はい、なんか棚いろんなとこあります。ここ入ると、またまたトイレ。このトイレは誰のためかというと、ここのちょっとしたこう書斎みたいな、ちょっと外見ながら仕事したいみたいな、配信部屋とかでもいいかもね、ここね。うん、よく抜けてこっち一応外出れるようになってます。でここにも、はい、寝室がありまして、こういうとこ出れるようになってます。で、寝室から、シャワーとトイレがつながってる。ここはだからお客様が泊まってくれればいいんじゃないかというとこっすね。で、こっちも。はい。で、外出れます。で、トイレとシャワーあります。客室が1階に2つありますね。おいで、ここか。で、上に上がります。で、2階の踊り場。これはエレベーターって。で、廊下があって、ここか。あ、ここもお手洗い。はい。ここにも寝室がある。ここもお客様に来ていただければいいのではないかと。で、トイレ、シャワー。で、こっから実はこっちの庭につながってる。いいですね。ほいで、この先に行くと、はい、出ました。マイルーム。オレンジ!オレンだ!最高でしょ?プールもあります。
このベランダはこれつながっちゃってるけどね、こことね。あ、でここが私の洗面台。あ、ここちょっとしたジャグジー。でここもシャワーがで、その奥に、ちょっとこうなんだろう、書斎的な、ここ物置みたいさ、私の物置がたくさんあります寝てる寝てる寝てるわ、十分だな。うん、いいね。やだ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 、いやいやいや、暖房設備があります。これ全部こう上に抜けるようになってますね。でこっちもこう全体的に暖房してるって、自分の部屋だけはまたこう別に暖房を用意してる。いやらしいですね、やり口がね。内見会いかがでしたか皆さん、いい感じでしょ。本当にこう周りが崖で何もないところだからこそ、セキュリティは特に気にしていないというか、マグ研究に実は大事なものはここに置いてないんですよ。全部、研究所と事務所に置いてあるんで、ここに誰が来るといい設定にしましょう。はい、 OK。 うーオレンジとこの赤で一体何を表現していると思いますか。おお、これで完成か。完成した。お疲れした。オッケー。いいですか。はっ、じゃじゃーん、マグ研究所。ちょっと分かりづらいんですけど、下のこれ怪しい感じの私の白衣を着た私と、これレッドストーンの敷いたやつなんですよね。レッドストーンをこうパッと巻いてるみたいな。でここにあるこいつ実はトーチなんだよね。なんでオレンジ強めになったかというとですね、あーもう赤だとちょっとなんだろう、暗すぎるみたいなね感じになってね、怪しさを表現してみました。研究所のフォントがちょっとお気に入りです。うん、いいねいいね。怪しいでしょ。怪しいんですよ。ににガリレオモデルはガリレオ。よっしゃ、はい、できました。ありがとうございました。早すぎ、何分でできたんだろう。あいいね。おいで、我が家にも貼って、部屋に貼って、それでもう OK じゃないで、マイルーム。いいですね、いいですね。はい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 。あとは持っとくわ。あんま張りすぎてもね、しゃれなんで。いいね、いいね。できたできたできた。本当の意味での、我が家完成でございます。イェイ、完成。マグ研究員の家。あざす。うわ、入ってた。おいおい、来客来客。エンダーマンも広々使える、天井の高さ。ようこそ。ここが残されてるな。もうちょっと増やした方がいいのかなとかね。今何人いるんだろうな。もうちょいブーツ集めるか。あるんだよ金。今晩ジャラさんとやろうって言ってて。あ、ジャラさん、ジャラさんも配信してる。ほんとだ。はい、おい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 、キクリンさんじゃないですか。はい、どうもどうも、はい、どうもどうもどうも。今またブーツ集めてたんですよ。見て見て見て、こっち全部全部全部。おお素晴らしい。見て、で集まりすぎちゃった。あ、そうなの、素晴らしい。集まりすぎちゃった。これはもういらないんですよ。そう、いろいろ機能考えてたのよ。お助けアイテムで、はいはいはい、まあまあトーテムだとか、うん、あとは革のソウルスピードをさんを、うん、一時的に手に入れれるみたいな。なるほど、すぐ耐久なくなるけど逃げられる。そうそうそう、はいはいはい、一時的に結構いい速度で走って逃げれるみたいな。はあ、はあ、はあ、そういうの考えてたのよ。そうかそうか、そうミッションのやつを。なるほどなるほど、了解。カーのブーツいくつか作っとけばいいんだよね、トーテムと、はい、なるほどね。そうそう、ミッション、うん、アスレなのかなんかクリアしたら、はいはいはい、いけるみたいな。なるほどなるほど、はい、いやじゃあ OK です OK です。夜ですね、じゃあ、はい、ね、うん、行きましょう。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ後ほど。お疲れ様です。はい、お願いします。じゃあ氷溜めてんのかな、どこで何してんだろう。ウサピを探せ。なんか入れるとこもあるからな。ん、はあ、タグ見っけた。隠れてたのか。隠れてたんじゃない。いた、さっきからいた。脳筋部張ってるし、脳筋部とルザピには支えられたぜ。ずるいぞ。
この脳筋部、あ、そうか、タイタイでもそうか、ここの王国に所属してるんだ。まあいいや、僕もその誰よりもここ利用したということで名を連ねさせてもらうわ。いたいたいた、拠点の山はそのあれで完成だから、拠点の山はツツジか、ツツジでも生やす最後。いい山になってきた、木々が生い茂る、いい山になってきている。こうで引きでもう一回確認してみましょう。はい、悪くありません、悪くありません。ここをちょっとすいません、背の高い子を生やしたい気持ちに今なってます。おお、クリスマスツリーが生えてる。あとこの辺にももう一本欲しいですね。よし、落ち着いてきてる、落ち着いてきて、落ち着いてきてる、もちょっとよく分かりませんけど、そのまとまってきてる、まとまってきてる、うん、まとまりが見えてきてる。別物になって、別物に山感が本当に増してきて、たくましくなってきました。うん、こうやってようやくあの下のこのランダムな土が生きるというか。おお、全部葉っぱの色全く一緒っていうね。もうちょい変わってくれりゃいいのにね。そうか、葉っぱは全部一緒か。うん、いいね、木々に囲まれて怪しげな山。はい、ということで今日もいろいろ家もできたし、地図もできたし、山も綺麗になったし、盛りだくさん。大したことしてないですけどね。はい、ではでは、お疲れ様です。ほな。